久保さん、ご来光ですね。開けました。今日も開けてます。なんか開けましておめでとうって毎日開けてるんだけど、何なんですかね、あれね。開けましておめでとうございますにしましょうか。そう、毎日開けてんだよっていうね。毎日こっちはハゲてんだよっていうね。毎日髪の毛抜けてんだよっていう。ほんとね、来年からやろう、バカ野郎ですね。来年こそは、みたいな。でもね、ありがたいことに久保さん、事実を言うと、年末商品が売れる理由はね、まあ、来年こそはと、来年からは、スタートを切りたいっていう人、もう 99.9999% なんで、その人たちに向かって、いや、来年、人生変えましょうっていうセールストーク、響くんです。ありがたい。来年こそ、来年こそはのカモのカモ狩りですね。来年こそのカモ狩りしてきますよ。モンスターハンターですね。モンスターハンター。今日開けてますからね、もう。365日、太陽の方が立派ですよ。毎日ね、沈んで上がって、沈んで上がって繰り返してますけど。まあ人生もね、浮き沈みありますよ。太陽も浮き沈みありますけど、毎日やってますよ。そう、やっぱね、来年こそはって言ってる人は多分ほとんど稼げないですね。もちろん全員じゃないですよ。全員じゃないけど、来年こそはっていう人はまあ稼げないですね。これはまあ僕のデータですけど、今日何をやったのかっていうのが、今日何を考えてね、今日何をやったのかが結局自分の未来を作るんで、わかります？でも当たり前のことなんですけどね。だから当たり前のことがみんなできないから、当たり前のことを教えても稼げるんです。だから誰でも稼げるんです。当たり前のことを教えればいいんでね。なんで稼げるんですか？当たり前のことがみんなできないから、当たり前のことを教えても稼げるんですよ。じゃあライザップどうですか？ライザップ、まあ結構僕はライザップを出すんですけど、痩せる方法ってみんな知ってるわけじゃないですか。どうですか？痩せる方法知りませんっていう人、僕あんまいないんじゃないかなと思うんですよ。ね、食事制限すればいいわけじゃないですか。で、適度な運動ね、そして食事制限、それができないからライザップに食事制限されるんでしょ、ね、当たり前のことですよね。別に高級なね、ジムトレーニングとかね、まあ、あなたがねボディービルダーになるとかだったらちょっと分かんないですよ。でも僕がねリスペクトする、まあ、久保さんもちょっとリスペクトしてるかもしれないですけど、あの人です。リスペクトしてるけど名前浮かんでこねえな。ジャッキー・チェンもそうですし、ジャッキー・チェンじゃなくて、あの人ですね。ヌンチャクの久保さん、ヌンチャクの人いるじゃないですか。名前なんだっけな。まああの人も、じゃあすげえ体、肉体ですよね。あ、久保さん YouTube の動画で、そのヌンチャクの人いるじゃないですか。で、あれに憧れてね、30年間懸垂したみたいな。20年間だったかな。20年間高校生の時から2、30年懸垂した人がいるんですよ。で、それ動画アップロードされてて、で、その見たんですけど、すごいんですよ。もう鋼の肉体っすね。結構で、でもね、その人が言うのが、いや、まだまだやりますみたいな。まあ結構もう出来上がってるんですよ。もう2、30年ずっとやってるんで、懸垂を。30年ぐらい懸垂続けた結果みたいな。なんかその憧れてね。名前なんだっけな、ブルースウィリスじゃないな、違うな。ちょっと名前出てこないですね。まあ久保さんわかると思います。ね、ヌンチャクの人。いやー、あの映画ね、痺れましたよね。謎の死もありましたけど。いや、すごいですよ。本当にその動画、まあ検索すれば出てくるかもしれないですけど、30年間懸垂続けた、その
やばい、やばいっす、あれは、うん、まだやりますみたいな、まだまだまだ足りないみたいな。いや、まあ十分じゃないかなと思うんですけどね、一般目から見るとすごいっすねあれは。もう多分ね、高校もう多分40ぐらいだと思うんですよ、その人。30年ぐらいやってるから、なんか高校生ぐらいからやってるっぽいんですけどね。そうだから、やればねいけるんですよ。そうだから僕と久保さんも言う、まあ億万長者合宿っていうこれタイトルですけども、僕はドリームアカデミアで月収100万っていうところを言ってるわけなんですけど、月収100万って本当にまあ遠いようで遠くないんですよ。で、トークしてるのは何かっていうと、今日やってないっていうことをトークしてるだけなんですよ。今日やらないからトークになってるだけなんですよ。今日日々積み上げれば100万はいけます。ただこれが月商で1億とかね、年商100億年商1000億に関しては僕は教えられないですけどもね。久保さんも年商1000億を、稼ぐことは、教えることは難しいと思います。これは無理、久保さんも無理だと思いますね。僕も無理です、うん、年商1000億レベルは。100万ですよ。まあ久保さんが言う通り、50万でもいいじゃないですか、30万でもいいじゃないですか。だって手取り今年収200万時代って言われてるわけじゃないですか。50あったらいい、良くないですか。30でもいいですよ。30でもまあ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 ですよ。だってね、基本給30万とかあんまなくないですか。だからそれはちゃんとね、数年ちゃんとやればいけますよ。で、いけない理由は一つで、今日やってないだけですからね。そう、今日やらずして、なんか元旦の時にね、元旦の時だけ今年はどうのこうのって神様に祈りに行くわけじゃないですか。いや、僕はいつも思うんですけど、いや本当に神様がいるんだったらね、その神様、僕が、あなたが神様だったらどうなのかって話で、1年に1回だけね、なんか都合のいいこと言ってくるやつに関して、なんかその願いを叶えてやろうと思います？1年に1回だけね、なんかあのお金持ちになれますようにみたいなね、もう毎日祈れよっていうね。なんで1年に1回だけなんか都合のいいこと言ってくんだこいつらみたいなね。何も努力してないのに、何もやってないのに、1年に1回だけ都合のいいこと言いやがってみたいな。そんなお前にチャンスも与えないし、そんなお前にね、夢なんか叶えられねえよと、いくら1年に1回都合のいいこと言いやがってみたいなね。僕はいつもそう思いますね、あれを見ると。だあれはあの、なんだろうな、お願いするんじゃなくてありがとうなんですよ。1年に1回神社に行く、それはありがとうで行かないとダメですよ。感謝で、あ、今年、あの去年もありがとうございますと、無事飯食えたし、無事生きられましたと、今年も頑張りますっていう感謝の気持ちと、決意表明みたいな感じですよね。そう、あれはね、なんかあの願いを祈るというよりかは、感謝を神様に伝えていくっていうのが正しい、僕は参拝、お祈りなんじゃないかなと思うんですよね。お祈りするんだったら、うん、なんかまあその基準も間違ってると思うんですよね。だって本当に自分が神様で、1年に1回だけ都合のいいやつ、ね、会社でもそうだと思うんですけど、なんかこいつすごいなみたいなね。全然なんか今日だけペコペコしやがってみたいな。通らないですよね、そんなのは。通したくないですよね。あなたが神様だったら通したいですか、1年に1回だけ都合よくなんかペコペコするやつを。だったら僕が神様だったら、毎日日々頑張ってるやつにチャンス与えたいし、どう思います？いってらっしゃい。